最初は、そうだ、ウォンテッドのところへご案内します。筋肉好きは必見ですよ。今からウィンターライブでトップバッターを務めてくれるウォンテッドのところへ行ってみたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。だい今回トップバッターを務めていただくということで、何か意気込みなどあったらお願いします。はい、僕たちはね、今回で4回目のサークルライブなんですけども、4回一緒にやってきたこのメンバーが僕は何より大好きですし、それよりも僕が一番アカペラが大好きですよ。いや、ちょっと待った。私が一番アカペラ好きです。なんだって、お前に何がわかるんだ。じゃあここでどっちが一番アカペラ好きかクイズで勝負しましょう。やってやろうじゃねえか。問題。アカペラが音を取るときに使う器具といえば、ピッチパイプ。正解。問題。楽譜において音を半音上げるときに使う記号といえば、シャープ。正解。それではその逆に、音を半音下げるフラット。正解。それでは石塚健、万谷博樹、田村義則、朝日誠也、若松隆弘、小倉康平で構成されるバンドといえば、ウォンテッド。正解。僕たちウォンテッド、演奏頑張ります。皆さん、僕たち3、4年生のバンドに構成されているので、今回が
皆さん盛り上がってますか？ありがとうございます、今回のテーマはですね、楽園ということで、この宴を盛り上げるにふさわしい曲を僕たち、まだ用意してますので一緒に盛り上がっていきましょう。早速、皆さんの声聞かせてください。皆さん盛り上がる準備できてますか？このまま楽しんでいってくれますか？ありがとうございます。ありがとうございます。それでは一緒に最後まで盛り上がっていきましょう。聞いてください、サムライゴンテッド。
ようこそ学園へ。